このお話は、風がとても強い夜のお話。はちみつ盗みに来た図を引いたち、嫌がらせだけが特技の俺たち。一匹が二匹、二匹が四匹、姿形数自在に操り、緑葉をピンク白丸四角、怖い顔ぐるぐる体ひねる、縞模様と水玉化けて魂のまま、大切な蜜を奪い去る俺らに、余人余人余人だぞ。黒茶だ上下中外どこでも、あっちこっち行った来た素早く賢い、夜になればスーツ着てダンスホールパーティー、ハチミツのハープ聴いてみんなまったり、ああ恐るべし外の世界、ここなら何でも叶う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 。なに？このお話は、風がとても強い夜のお話。